はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、と、今日はですね、<laughs> あの、僕が普段どうやって、その、ネトウヨとか、そういう排外主義的な、えー、あるいは攻撃的な人を、えー、ブロックしているかということを、あの、紹介してみたいと思います。今、えっ、ー、と、52分だから、はい。何分で終わるか。もうすぐ終わりますよ。<laughs> これですね。例えば、これ、日本第一党っていう、まあ、えっ、ー、と、ネトウヨの創屈みたいなとこなんですけど、えー、ここのですね、フォロワーのところを、僕は、えー ブックマークしていて、まあ、これ見ればわかりますけど、ブックマークしていて、すぐに、あの、これが開けるようになっています。今、ここで見ると、1、2、3、4、5。5人まだ、えー、<laughs> ブロックしてない人がいますね。でそういう時に、ここにですね、こういう、えー、マークが見えます。これは、あの、これですね、ツイッターワンクリックブロックってやつで、ここを一つ一つ、こうやってやっていくと、あの、<laughs> 全員を、えー、すぐにクリック。あの、もう本当に1クリックでブロックすることができます。これが一つのやり方。で、もう一つは、こちらはハスミトシコっていうもっとそのネトウヨのアイドルみたいな、えー、人ですけど。で、こちらはですね、もっと多いんですよね。あの、とてもあの、フォロワーの数が増えていくので、一つ一つやっていくとめんどくさいです。この青い字のやつが、えー、僕がまだ、えー、ブロックしてない人。 この赤い人はもうすでに日本第一党とかあっちの方で、えー、ブロックしてる人ですね。えー、こ,こからしたらもうブロックされてるのか。はいはい。なので、こんなにたくさんあるといちいちブロックしていくのがめんどくさいので、その場合はですね、えっ、ー、と、ここにブロックチェーン、えー、ツイッターブロックチェーンっていうのがあります。はい。これを、あの、このフォロワーのところで、フォロワーを開いた状態で、これを、あの、拡張機能なんですけどね、これをクリックすると、こういうのが出てきて、 でランブロックチェーン。これをカチッとして、一応確認が出てきますんで、OK を押します。そうするとこういうふうにですね、えー、もう29人の人が、えー、見つかりましたこ。これより古い人はもう全部すでにブロックしてあるので、もうこんなや300とか言ってたら、求めちゃっても大丈夫です。これでダウンしてみましょうね。はい、おしまい。でそうすると、えー、っと、はい。さっきはあの、青い字で、 フォローするかっていうふうに書いてあったところが全部ブロック中に変わっています。えー、こういうふうにですね、えー、あのー、ルあの、効率的に誰を、えー、ブロックすればいいかっていう、あのー、リストを作ることができるわけですね。つまり対象が、例えば、はす敏子のフォロワーというふうにはっきりしていて、で、かつこういう自動の、えー、その人をすべて、えー、ブロックする。 えー、拡張機能とかそういうものを使えば、こういうふうに効率的にどん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 、えー、あのネトウヨをですね、ブロックしていくことができます。はい。えー、以上ですね。はい。で、こうしていくと、えー、ツイッターとかであの嫌な人を見ることはほとんどないので、えー、心配ないと思いますよ。皆さんもこうやって快適な、えー、ツイッター生活を過ごしていただければと思います。はい。失礼します。